妖怪？妖怪？どうなんだろう。ヤッターマンよかった。実写ブーム一回やめてほしい。ブームなのかな？わかんないけど。なんかそういうのね。なんかアニメはアニメで実写化してほしいよね。そうか。そこは、アニメファンとしては、アニメファンではないけど、そういうところあるんじゃないかな。デスノートはデスノートでそういえばさ、やるんじゃなかったっけ今度映画。スーパーマリオ実写行ったっけ昔の話だよ。すごーく昔の話だよ。毒直す。これ食べよう。はい。どうしよう。はい、どうぞ。うざい。ブルンゲルうざい。ブルンゲルうざい。よし。ガッチャマン見ない方がいいわ。ガッチャマン進めてた人いたけど。ガッチャマン見ない方が正解なの。やば。カメックやばい。オッケー。よし。長くタバコ吸う。仕事終わりました。お疲れ様でーす。こんばんは。実写映画化すると泣きに来ましたっていうにわかファンが増えて原作が泣く原作ファンが泣く。ほう。ほういいですね。ほういいですね。オターの中にしかわからない空気みたいなのきっとある。てかさ、君の名はさ、めっちゃ流行ってるけどさ、なんか、面白いの面白いよ。見に行ってない人間が言うの、こういうの失礼かもしれないけどさ、なんかセカチュウとかと大差ないんじゃないの？雰囲気的に。違う？面白いの？そうなの？俺たちで言うところのセカチュウとか、ちょっと若い世代で言うところの恋空とか、そういうのじゃないの？見て損はないの？そう。面白そうだけど絶対に見たくない。なんだそれは。それはよくわからない。そうなの。折り返し地点来た。やっとね。やっと51回っすよ。ようやく。セカチュウの日じゃない。あ、セカチュウよりいいの。じゃあ、のね、それなんだよ。君の名は流行りすぎて、あえて見に行きたくないっていうクソ心理なの。そう、俺もそう、それなの。それなの。なんか、俺、いや、そんな、流行りすぎてるの、いいし、みたいな。別に俺、そういうの求めてないし、みたいな。そういうのがね、働いちゃってるよね。よくないよね。そう。だったらシン・ゴジラの方が、まだありかな、ちょっと思っちゃったり。イエーイ。もしかして B 型？超 A 型？ド A 型？若い世代にはウケる。それだな、だから多分。リアルで、そういうこう恋愛がどうとか、なんかこう恋が、愛だの恋だの、出会いだの別れだのみたいなのがさ、ある人たちは多分楽しいんだろうな、みたいな。ヒリア獣の俺たちにはな。よいしょ。チャーシューができましたね。舞台挨拶。シン・ゴジラは見たいと思う。ただ、見に行く時間はない。残念ながら見に行く時間はない。めちゃめちゃ見に行きたい。よーし、オッケー。どこだ扉？こっち？彼女と見に行った。まあ、ダメなんだよな。ホイットどうして行くのがいいんだよな、そういう恋愛の映画は。ウェス。20超えたら恋愛映画興味なくなる。マジそれ。本当に。なんか見えなかった。本当ね、マジでそれだよ。20超えたらもうどうでもよくなる。マジで。ドラマとか映画とか。ああ、はいはい、ワロスワロス。あ、こういう展開、ここでこうなるんでしょみたいな。あ、ここで一回彼氏が、はい、病気になります。はい、なりました。みたいな。
はい、そしてそれに対して彼女がこういう行動をとります、はい、取りましたですよねみたいななっちゃう、よくないよね、大人の嫌な時すごい大人の良くならない、良くない。はい、で最後最終的に彼氏の病気が、はい、治りました、はい、めでたしめでたし、はい、良くないな。100回ダンジョンなんか表はサクサクいくみたいですよ。ケイちゃんめんどくせえな。はい、ケイちゃんないー、こいつか、オッケー。あー、なんかそれもわかる、30超えると刑事ドラマとか医療系にハマる。なんか確かに親とかってさ見るよね、なんか白い巨塔とかさ、イリュウとかさ、めっちゃ見てた記憶あるやん。なんで、それはなんでだ。30代の人いません？なんか、なぜ、大人になるとハマるのか。イリュウとか、そっち系。オッケー。あるよね。40超えると相棒にハマる。あ、キラメクパンチさん来た。キラパーン！やばい、キラパン10ダメージ食らった。ちょ、まずい。強い、キラパン強い、さすが。半沢直樹はね、普通に面白かったわ、あれは。鍵欲しいよ。オッケー。ドクター X 面白かった。オッケー。おじいちゃんになると水戸黄門にハマる再放送。あれじゃない、水戸黄門と渡る世間は鬼ばかりじゃないの。おじいちゃんおばあちゃんがハマる。なんか出てきたな。必殺仕事人どんどん世代が古くなってるだけな気がするんですけど、それはハマるハマらないとかじゃなくて世代な問題じゃなくなってるわ。ふっ、よし、オッケー。仕事人いい、必殺仕事人。必殺仕事人ってさ、あれな、どういうなんか趣旨があんまりよく知らないんですけど、見たことなくて、ちゃんとあれは悪党を、なんかピアノ線みたいので、首絞めて殺すっていう、そういう、あれでいいですか、ね、平たく言うと。平たく言うとそういうドラマなの。悪党が出てきたら、ピアノ線で殺すみたいな。なんだあの人。悪い奴を成敗する。食べると毒になる。いらない。逆恨みがある。中3の男子が冬のソナタにハマったのおかしいですか。てん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 。てん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 。てん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 。てん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 。あ、なるほどね。悪人を殺して、殺害して、まずして終わる。なるほど。そういうやつだもん。どっちがあったかよくわかんない。君の名は見たが、隣のキッズがうるさくて睨みつけてから映画館あるあるすぎるな。やっぱ空いてる映画館に越したことはないよな、行くんだったら。ビリビリキノコとか持っとくかな。はい、光ってる部分押す。はい、やったぜー。あ、結構余裕あった。チェジューかわいい。チェジュー懐かしい。痺れてるな。ダメージ入んない。チェジューとか、痛い。今、チェジューさんっているの？あんまわかんないな。韓国の俳優さんとか全然わかんない。26でもポケモンやってるから大丈夫だよ。ああ、確かに。韓国ドラマ系は俺あんま好きくないな。これは個人的な感想。一個人の意見ではない。意見とか感想。なんかこう、晩ご飯何食べた？魚。魚焼いてくる。
韓流わかんない、全然韓流わかんない。みんな的にさ、ナンバーワンのドラマって何なんですかね。今までいろいろいろんなドラマがある中で一番このドラマが面白かったわっていうドラマってない、みんな的に。よいしょ、1リットルの涙、リーガルハイ、ジン。1リットルの涙多いな。下町ロケット、ね、だヤンキーくんとメガネちゃん、タイトルは聞いたことあるな。相棒のダメ懐かしい。ライアーゲーム、マイボスマイヒーロー、夏ヤオウ、家族ゲーム。ライアーゲームはでも俺面白かったんですよ。プロポーズ大作戦、ヤマピンファンだろそれそれただ単純にヤマピンファンだろじゃあこれ。あーでもあれだな、いやライアーゲームだわ、俺ライアーゲームだわ、俺はライアーゲームだな。女帝夏斉藤さんって俺わかんないんだよ。極戦、仮想剣、仮想剣の女最近。じゃあ野だめ懐かしいな。野だめね、野だめか、間違った、鍵なかった、懐かしい。 OK、 女王の教室は当時すごかったよね、めちゃめちゃ荒れたよな、面白かったわ。斉藤さんはママさんの話、あーちょっとわかんない、ごめん、ここだけわかんないな。あとなんとなく、いや信長のシェフもでもわかんない。あなたに恋してみました、それいつのドラマですか、昭和じゃなくてそれタイトル的にすごい昭和だった気がする。そう、学校が荒れたんだよね、そう、女王の恋、マジでマジでめちゃめちゃいじめ問題があーだこうだで、すごいなんかね放送禁止になったりとか、あれだっけ、スポンサーが降りたりとかしたんだよね。強いそいつたちね、なんか社会問題になって PTA がブチ切れて、でちょっとやばいし、何がどうなってるかよくわかんない。オッケー、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 オッケー。ライフ、ライフ好きだったわ。めっちゃライフ好きだったわ。でもライフ好きって学校で言うと、すごい白い目で見られるから、言えなかったわ。ライフ。ライフ知ってる？ライフのいじめ、そう。ライフいじめで、おめえの席ねえからね。懐かしいね。ゲンナー姉貴面白かった。いいチョイスしますね。俺さ、あれ、伊藤美咲さんだっけ？あの時のね、すごい可愛くてめっちゃ好きだった、マジで。ゲンナー姉貴。すげえ自分と森山未来照らし合わせてたもんね。マジで。うわぁ、マジで、森山未来になりてーよーってめちゃめちゃ思ってた、ずっと、常に。あの時ずっと。待って、ハマ。めっちゃ、本当に森山未来にあれほどなりたかった、なりたかったことはない。ハンマーで殴ってるだけなんですけど。話の方じゃない。そう、話の方じゃない。うわぁ、めっちゃ、あんな姉貴欲しいってすげえ思った。なんかあるよね。姉ちゃんいないとさ、姉ちゃん欲しくなる。石原さとみになりたい。石原さとみか。石原さとみなー。そんなに。うえ、やばい。ストップウォッチ。あ、に。コッコー、コッコー、コッコッ。止めたのはいいんだけどさ、やば、止めたのはいいんだけどさ、いけるか？っていう、民王俺わかんない、民王全然知らない。 OK、 スペックね、戸田エリカ、戸田エリカも可愛かったな。戸
戸田恵梨香可愛かったな、めっちゃ好きだったな戸田恵梨香。全盛期ランキングで言ったら相当上位でしょ戸田恵梨香の。あの全盛期戸田恵梨香の全盛期とガッキーの全盛期は多分ワンツーだな、間違いないな。違う生放送行けばいいじゃん、行ってこい行ってこい、いちいち言わんくていい、バイバイ。カオティこんばんは、どうもこんばんは。よいしょ、OK、公式生放送お疲れ様でした、どうもカオティこんばんは、どうも。エリカ様、俺エリカ様は嫌だやだ、気が強そうすぎてやだ。エリカ様最近そうでもないけど気が強そうすぎて、これは割と見られる。旅館？未だにアリーナとかよくわかんない。別にね、関係ないよ実際。コメントが多すぎちゃうからアリーナとか立ち見とか分けてるだけで、やばい死ぬ、これは死ぬ、分けてるだけで、別にアリーナだろうが立ち見だろうがね、大差ないっすよ実際。どの放送行っても何しに行っても、別にアリーナが偉いわけでもないし、昔からそういう風潮があるだけの話だから、別に見れたらええやんって思うけどな。七尾はねえ、やだ七尾もっとやだ。七尾は俺多分絶対仲良くなれないタイプだと思う。俺田誠どうもこんばんは。そんなところやな。マジでさ、大丈夫今日本当にさ、雑談しかしてないんだけど大丈夫か。ああ、わお。大丈夫なの？今日の生放送、これで大丈夫なの？いろいろ不安になってくるんだけど。俺、なんか、きつそうなね、女性苦手です。全体的に。長尾もモッティのこと無理やろな。せやろな。お互い相入れないやろな。いいと思うんです。もうその関係でずっと生きていこうと。抵抗戦を頼んで。わかるわ。いや、なんかね、いや、女性はね、優しいのがいい。優しい女性がナンバーワンです。全然、単純に、これ雑談生放送。完全に雑談生放送だよ。ほんとなんか不安になってくるから、これ果たしてゲームなのかどうかっていうか。美人は表裏あるっていうの、美人じゃなくても表裏はあるよ。ただ美人はプラスから入るからマイナスを見た時にうわ表裏あるわって思う。逆にブスはマイナスから入るから、あの表裏あったとしてもプラスに触れることはない。だから表裏ないよっていうだけの話だね。そういうこと、つまりそういうこと。じゃあツンデレはどうなんの、あれじゃない、ブスかブスじゃないかっていうんじゃない。よくわかんないけど、すげえしっくりきた。そう、よくあるやつ。ブーで表あったらあかん。え、でも表裏ない人間の方がいなくない？逆に表裏ない人間探すことが難しいと思う。ひなきたどこまで進んだ？今何回？ 65 回ぐらい。いらっしゃい。自分はフカキョンと石原さとみちゃんが天使。フカキョンいいね。フカキョンいいっす。大人のお姉さんいいっす。深津絵里さん結構好きだった。結構。昔。これ高校生ぐらいの時。でもあんまり深津絵里さん、あんまり伝わらなかった友達。え？ああ、はい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 。踊るのね。はいはい。みたいな。あんまり、はいはい。流された。来た。何回これ？ 80? あ、80まで来たよ。ようやく80まで来たー。はい。常盤貴子。牧陽子。だんだんあれだぞ。おっさん臭くなってきたぞ、全体的に。全体的に選んでる層がおっさん臭くなってきたぞ。痛い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 。OK。
まずいですよ。柴田理恵はないわ。柴田理恵はないわ。1時間経ってない。めっちゃ長く感じるんだよ。スローテンポすぎるよ。大地魔法。おお。黒木瞳は鉄板よ。OK。どこだ？向こう！どうかな？ OK。ついていけないんよ。別の話する。今日めちゃめちゃ芸能トークで盛り上がってるんだけど。この話でも全然いいけど。俺もこの話のうちどこにつけようと思ってずっと、かれこれ20分くらい適当にゲームやってるだけなんですけど。世代出るな。女優さんは世代出るよね。合コンとか行ってもさ、好きな女優さんはみたいな話になったらさ、絶対世代出ちゃう。黒柳徹子一角すぎて草。自分で草生やしてる。木の実奈々。木の実奈々は、まあ、わからんでもないけど、わからないな。ちょっとスコア稼ぎか。断密とか、なんだっけ、杉本彩、ダメですね。まだ断密はいいな。杉本彩は、無理。さあ、はぁ、もうやっとかも。どうせどっか食らうんだろうな、もう。イェーイ、ライブローオッケー。で、毒回復して、杉田薫もね、まあ、そういうキャラクターで売ってるだけなんだろうけど、そういうキャラクターはノーファン。テレビ見ないから女優の話できないから合コン行けないわ。別に、あれでしょ。まあ、女優の話なんか、いった、つまって踏めない。大丈夫だよ。合コンには行けるさ、なるほど。なぁマリオ&ルイージもね、いずれやりたいな。いずれやりたいけど多分当分先だな。合コン行ったことある？ないとでも。この私が二十数年生きてきて、合コンに一回たりとも行ったことがないとでも、大思いでも。ルイマンはね、ワンはやってた。さすがにあるでしょ、一回くらい。ぐらいあるでしょ、誰でも。人数合わせでも。ちょっと待って、蜂蜜が欲しい。よし。OK。あるんか。ありますよ。もうかれこれ、数年前の話ですけど。やばい、なんかめっちゃすごい、めっちゃすごい。痛い。めっちゃ押されてる。痛い。インパツだ。ちょ、待って、キノコ缶欲しい、キノコ缶欲しいけどなくなる。ちょ、待って、なにこいつ、なに、キモい。は、マジなんだ、燃えよ、なんだ、こいつのマジで。は？ホッピーの役割、なんか注文する担当です。なんか注文する、あ、サラダ来たよ。あ、焼き鳥どうする？分けるとは言わない。どうする？あ、菓子折れ誰？っていう感じでした。徒歩で30秒ぐらいの時にカビゴン出てくる。行ってらっしゃい。ポケモンボール行ってらっしゃい。誰かは勝てる、そういう役割でしたよ、ね、当然、ええ、当然ね。秋皿回収、そうだね、秋皿を回収して店員さんが来たら、あ、すいません、これラスト。
脇役がいるから主役が引き立つんだよな。そうなんだよな。モッティそれ合コンちゃう、ディナーや。どうや、合コンだったよ。3対3のやつと4対4のやつに行ったことあるわ。じゃあ、オッケー。90回来た。早く。これをさ、ちゃっちゃとやっつける方法はどうしたらいいの？相手に使う以外ないのか。合コンは主役にならなきゃ意味がない。いやでもとは限らなくない？とは限らなくない？別に。普通になんか、あれじゃあ、脇役は脇役同士でくっつけばいいんだよ。主役は主役同士でくっつけとけばいいんだよ。そういうもんじゃない？合コンでなんか女の子と仲良くなれるのどうしてなんですか？とりあえず、ひたすら清潔感を装う。装うっていうか、清潔にする。ひたすら、いい人を演じる。キノコ缶欲しい。マジ、キノコ缶がマジ欲しい。キノコ缶、汚いの。いや、汚くない。あ、この人はちゃんと、清潔でいい人なんだなっていうのをやっておけば、誰かが言ってた、誰だっけな。俺なんかそれ、ここ最近読んだ、ネットニュースで。なんだっけな。なんだっけな。女性ととりあえず付き合いたかったら、まず、綺麗にする。しっかり。髪の毛しっかり切って、髭剃ったりとか、そういういわゆる綺麗にすることをまずやるから。で、爪はしっかり切る。あとは、なんか、ちゃんといろんなこう、店員さんとかそういう人たちにしっかり挨拶とか、お礼とかをしっかり言うって。その3つさえ守れば最低限いい人って思われるから、あとは頑張れよって誰かが言ってた。何の記事だっけな、誰だっけな。うわ、出てこねえ。なんだっけな、ここ一週間の話なんだよな。そう。でね、結構有名なね、ちょっと名前出てこないけど、元 AV 女優の人が言ってました、ね。名前誰だかわかんないけど。それをネットニュースになってるのを見ました。最低限、だから、いい人までは、いい人以上はいけるから、あとは頑張れ。はい。誰だったかな？最低限のマナー。でもその最低限のマナーすら、ない人間がやっぱ多いから、なんか、らしいよ。そういうのが、モテるらしいよ。モテるってかまあ、なんかそういうのが OK らしい。よっしゃー、OK。それ、当てにならん。当てにならなくはなくない？一応まあなんか、最低限やったら、だから多分、その人のファンがそういう奴らばっかだったんじゃないの？きっとそういうことなんじゃないの？よし。当たり前のことを当たり前のするような難しいな、そうな。それもある。96。意外と難しいよね。いろいろ。頑張らないとってことですよ、モテるためには。モテるために努力をしましょうってことです。モテたければ。モテたくなければ別に努力しなくていいんですね。そういう安直な考えですよ。ああ、疲れた。もうさ、同じ面ばっかだから疲れたんだけど、そろそろ終わる？あ、向こうなのね。合コンの成功率って 3% ぐらいらしい。マジで？ガチそれ。そんなもんなの？へぇ。それ努力なのか。努力なのか。うぇい。悔いじゃないんだよ。オッケー。ポン。そんなもんなんだ。何をもって成功なの？え？あー。なんだろうね。ワンナイトラップ？うん。ワンナイトラップ、痛い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 死にそう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 、鍵が出ない、全然鍵が出ない。そしていやー、もう一個出てくるな。そいつずるい、そのずるい。
地脇も出して、キノコ感回復して、まああれだよね、ライン聞けたら成功のパターンもあるから、割となんとも言い難いよね。よし。オッケー、ようやく100。100、100。何これ。何だーれーだー。あ、どっかで見たことある。何時間かかった。ちょうど1時間ぐらいかかった。世は古代の民によってこの地に封印されし、我がは災いの神ザンババなり、世の安らかな眠りを妨げたのは貴様か、その罪万死に値するなり、神の怒りを知るがよい。はあ、ただの雑談会。ポケモンにもあったかもな、そんなんかよな。これだ、何倒し方一緒。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。ポケットモンスターサン&ムーンの体験版が10月18日から配信になるみたいです。なんかサトシ月光がももらえるみたいなので、もちろんモッピーも実況させていただきたいなというふうに思ってます。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。待つのは勝利か、よっしゃー、それとも敗北か。ああ、200隻以上の歴代戦艦が登場。世界の覇権をめぐる物語、本格派海戦シミュレーションゲーム、ウォーシップサーガ。ウォーシップサーガ、ダウンロードは概要欄のリンクから。